ちょっと、じゃあ横渓谷着きました。こういう野鳥が見えるんですね。行きましょう。七富士、うん、木の枝に化けてんのかな。大きいバレてる。ほんま枝にしか見えへんよな。枝やん。綺麗やな。おお。見えてます。ということで、横渓谷着きました。今からここで遊びたいと思います。でね、さっきそこで遊んでたんですけど、さらにこっちを山の方ですね、こっち目指すとなんかこうまた違うスポットがあるので、今からちょっと友達を連れて行ってみたいと思います。岩だけですね。よし、見えてきました。やっぱなんか水量が上がってますね。雨が降ったのかな。着きました。水量が増してる気がしますね。今日はいけるか。もう先を行けば滝があるはずなんですけど、あるかな。ということで、よく終わりました。どうでしたか。え、どうでした、横渓谷。訳しました。訳しまを感じたってことね。あ、オッケーオッケーオッケー。いやー、よかった。いやー、まあ、なんかまだちょっと夏が残ってる感じなんで、またなんか緩いスポットとか行けたらまた動画でアップしたいと思います。それでは、私でしたー。